川辺治氏は、日本の俳優、脚本家、映画評論家、雑誌編集者である。旧芸名、川辺守一。筆名の秋田健三では、テレビ台本の執筆、記録映画の制作を行う。日本映画ペンクラブ会員。麹町区、第22大区長の川辺宗介は実父である。新東宝創成期の東宝戦和代に出演した。1922年4月17日、東京府豊玉郡渋谷町に生まれる。父の宗介は、川辺が、満3歳であった1925年8月に東京府東京市麹町区の区長に就任し、川辺が満7歳を目前にし、尋常小学校就学直前であった1929年3月まで同職を務めた。江古田校舎に移転後の日本大学法文学部、芸術学科映画美学専攻に進学したが、第二次世界大戦の戦局を押し迫った1943年12月1日に、王将、陸軍東部第73部隊に入隊した。同学の学籍については、学徒出陣のため、翌1944年12月、同学を繰り上げ卒業した。戦時中は、無線暗号に従事したが、1945年8月15日の終戦とともに復員した。戦後は、終戦の年の10月、東宝に入社して俳優になる。1946年、阿部豊が監督した、島崎藤村の同名小説の映画化、破戒に、川辺守一の名で出演、教員の青瓶短役を演じた記録があるが、同年3月に第1次、同年10月に第2次の東宝葬儀が起きたため、同作の公開は見送られた。第二次葬儀の最中である同年11月、大河内伝次郎ら組合員俳優が、10人の旗の会を組織、これに賛同する斎藤虎次郎、渡辺邦夫、市川崑らスタッフを含めた組合員、約400名が非営園東宝支部を脱退、第二撮影所を拠点に映画制作を開始、1947年3月に、株式会社新東宝映画製作所として東宝から分離する。川辺はこれに参加、東宝作品のアーカイブフッテージを10人の旗の会、メンバーを中心に市川崑が中村福の偽名で再編集した東宝戦和代に助監督役で出演。同作は同年2月25日に東宝が配給して公開された。満25歳になる同年、川辺は結婚した。同社は1948年4月25日に株式会社新東宝として正式に独立、社長に助清正三郎が就任。東宝側は葬儀が収束して自主制作を再開したため、新東宝は1949年自主配給を開始する。川辺は同年11月8日に公開された大河内伝次郎主演。清水宏監督による小原章介さんで飯田長子演じるお関の息子の光一を演じた。1950年代初め、キネマ旬報の新人論壇に投稿を開始、それが掲載されたため、同社から仕事を干されたという。そのため配役が続き、1956年4月18日に公開されたノイローゼ兄さんがっちり娘を機に、川辺治氏と解消する。それでも、川辺は執筆活動をやめず、1957年5月以降、キネマ旬報に川辺の作品批評が掲載されている。宇津井健主演のスーパージャイアンツシリーズには前作に出演しており、1958年4月28日に公開されたスーパージャイアンツ宇宙怪人出現では、一本足の男役、1959年4月24日に公開された続スーパージャイアンツ毒牙王国では毒殺魔役を演じた。1960年12月1日の大倉貢退陣を経て、翌1961年8月の新東宝の倒産まで同社に所属して出演を継続したが、これを機にフリーランスになる。信弘社プロダクションが制作し、同年7月25日に放映された、恐怖のミイラ第4話、墓地の怪人を皮切りに、同社の隠密剣士、東映テレビプロダクションの特別機動捜査隊といった多くのテレビ映画への出演を開始する。元新東宝社長の大倉光義が大倉映画で成人映画を中心とした劇場用映画の制作、配給業務を開始すると、同社が1962年5月1日に配給、公開した不完全結婚に出演、1964年には元新東宝の小森次郎が設立した小森プロダクションが制作し、新東宝の旧関西支社が独立した新東宝興業が配給した成人映画0歳の女に加納和子と共に主演。同社では青い乳房の埋葬、乾いた唇、女盛りに出演。翌1965年5月に公開された遠節四谷怪談には佐京美智子と共に主演した。日本映画発達史の田中純一郎は同社の中で黎明期の成人映画界の主な出演者として扇町京子、橘の恵子、城山道子、内田貴子、香取玉木、新高恵子、松井康子、西明美、朝日陽子、香取梢、花村明子、森美沙、湯川美沙、光岡早苗、道、かな子、有川次郎、里見浩二、佐伯秀夫と共に川辺の名を挙げている。しかしながら、1966年1月に公開された番頭黄色家日記を最後に独立系成人映画に出演した記録は見当たらず、まさに黎明期にのみ活躍した人物であった。俳優としてのテレビ映画出演に並行し、秋田健三の名でテレビ台本の執筆、記録映画、文化映画の制作、演出を行った。岩手県の平泉をテーマにした短編映画、幻の都、平泉を1968年11月に完成、翌1969年に発表している。1970年に入ると、特別機動捜査隊や、江戸川乱歩シリーズ明智小五郎といったテレビ映画へのゲスト出演をしていたが、同年、出版社サンデーアートに入社、航空貨物専門誌、ワールドエアーカーゴの編集者になる。しばらく俳優業を控えていたが、1973年5月12日に公開された冴えてる奴らに出演、3年ぶりに俳優業に復帰以降、再び特別機動捜査隊を中心に俳優業も兼業した。1977年に放送された大河ドラマ、家臣に高司正道役に起用され、以降、女対抗期では、増田長盛役、徳川家康では、堺の豪商、今井宗久役をはじめ、NHK の大河ドラマに出演することになる。1978年には、田宮二郎の遺作になる、テレビドラマ、白い巨塔に、浪速大学医学部附属病院長の範内教授役で、セミレギュラー出演した。1979年10月23日に、発行された日本映画俳優全集男優編によれば、同年当時はワールドエアカーゴ編集長である。1981年には日本映画ペンクラブ会員になり、映画評論家としての活動を強化した。1983年8月には最初の著書として中川忍の研究所 B 級巨匠論中川忍研究を上梓する。同書については、瀬川昭二もその著書、乾杯、ご機嫌映画人生で、たびたび引用し、高く評価している。1980年代後半に始まる、フジテレビジョンのいわゆるトレンディドラマ、いわゆる月9にもゲストであるが多く顔を出すようになる。1970年代から世田谷区桜新町に居を構えていた。川辺が編集長を務めた。ワールドエアカーゴは1991年9月に発行した通巻294号を最後に廃刊したが、当時まで川辺が編集を行っていたかどうかはわからない。同年1月に発行された100万人の映画ファンが選んだ名画パラダイス365日では、川辺治氏として、狂恋の女師匠、東海道四谷怪談、偉人たちとの夏、雨月物語、怪談類が、淵、亡霊怪病屋敷、都会の怪異7時3分等を怪談映画ベストに挙げた。2006年4月3日、死去した。満83歳没。特筆以外はすべて、川辺治氏名義、出演である。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。国立国会図書館蔵書を中心とした一覧である。ありがとうございます。